恋愛小説は男女間もしくは同性間での恋愛を主題とした小説のこと。古典的な恋愛小説としては、スタンダール作、赤と黒、ジェーン・オースティン作、高慢と偏見、エミリー・ブロンテ作、嵐が丘、シャーロット・ブロンテ作、ジェイン・エア、ゲーテ作、若きワエルテルの悩み、ツルゲーネフ作、初恋などが挙げられる。純文学とみなされる作品も、 少なくないが、通俗的なものは、ロマンス小説と称されることもある。ロマンス小説は、若者同士のどこにでもありそうな恋愛体験や、事件をテーマにした小説であったり、純愛を強調した空想的なストーリーであったりする、ことも多い。ジュブナイル、ヤングアダルト向けの作品が多く、ありきたりなパターン、結末に終始することが多いため、 ロマンス小説といった場合、アンニアスっぽいという刃油を含んでいることがある。そうした小説を、若い女性のひと夏の恋、海外体験、避暑地、シンデレラストーリーといったパターンにはめて、消費される文学として、次々に生み出し、それを一つの出版のスタイルにまでしたものもある。ハーレクインロマンと言われるものがそれで、カナダの出版社ハーレクインエンタープライゼスリミテッドが、 発売した一連のペーパーバック本や、その翻訳書が挙げられる。作家としては、バーバラ・カートランドなどがいる。また、それに類似する、出版物をも含むことがある。また、ジュブナイルの分野では、主に少女向けとして、集英社コバルト文庫など、専門の文庫レーベルを刊行している出版社もある。オリジナル作品が多いが少女漫画、アニメの小説家もあり、 さらに文庫が漫画、アニメの原作となる場合もある。ありがとうございます。